はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。8月8日、現地時間、クルスク作戦3日目、新たなウクライナ軍の成果がもたらされました。ウクライナ軍が進撃を続け、ロシアクルスク州での支配地域がさらに拡大し、すでに約500平方キロメートルに達しているため、ロシアは緊急にクルスクに予備軍を投入しています。このように報告されております。ウクライナ軍は8月8日時点でロシアクルスク地域の約500平方キロメートルを制圧したと見られます。そしてその後もウクライナ軍は進撃を続けていると見られています。日本時間8月9日午後11時の報告、クルスク最新情報、ウクライナ軍は最大520平方キロメートルの地域を支配している可能性があり、さらに240平方キロメートルのグレーゾーンがある。ロシアのテレグラムチャンネルアゲンストノボスチが公開している様々なデータに基づいて作成したクルスク州の戦闘地帯の地図によると、ウクライナ軍はこの地域の主要幹線道路に対応する4つの主要軸に沿って前進している。オシントデータに基づくと、マルコンテントメント T の地図は 56.8km の突破口、最大 21.2km の深さを示しており、ウクライナは現在528平方キロメートルを支配しており、さらに241平方キロメートルのグレーゾーンがあり、合計769平方キロメートルの紛争地帯となっている。ウクライナマッププロジェクトはより控えめな推定を発表し、昨日8月8日の夕方の時点でウクライナ軍は430平方キロメートルにまで勢力を拡大し、27の集落を制圧し、ロシア領内に約25キロメートルから約30キロメートル進軍し、ロシア軍の防御の弱さと有利な地形を活用したと述べている。このように報告されております。つまりウクライナ軍は約760平方キロメートルを制圧する可能性、またはすでにほぼ制圧している可能性があります。一部報道によりますと、ウクライナ軍が今の進軍ペースを維持し続ければ本日8月10日ウクライナ軍はクルスク原子力発電所から約20キロメートル以内に到達する可能性があります。昨日8月9日に公開された ISW の戦況マップによりますと、ウクライナ軍はロシアクルスク地域のミルティノまで進軍していることが確認されています。ミルティノから北東に約 23km 進んだ位置にクルスク原子力発電所があります。このことからウクライナ軍が現在の進軍ペースを維持すれば、本日8月10日中にウクライナ軍がクルスク原子力発電所から 20km 圏内以内に到達する可能性があるという指摘は信憑性があるように見えます。他方ロシア軍もクルスク原発周辺の防衛を固めていると見られることから、ウクライナ軍の進軍が止められる可能性もあります。ですので今後の状況を見守る必要があります。ただ次のような報告がされております。日本時間8月9日午後10時の報告、ロシアのクルチャトフクルスク原子力発電所の近くで爆発がありました。これはウクライナのマリウポリ市長顧問アンドリュシチェンコ氏によって報告された。一方ロシアのメディアは、原子力発電所への入り口は全て封鎖されたと伝えている。建設中の原子力発電所の各ユニットは全て電源が切られており、建設作業員は建物から離れ立ち去った。日本時間8月10日午前3時の報告、ドローンによる変電所火災によりクルチャトフ市やクルスク地方の他の地域で停電が発生した。このように報告されております。報告の中に出てきますクルチャトフという町からクルスク原子力発電所までは約 3km です。そのクルチャトフにドローン攻撃があり停電が発生したと報道されており、さらにウクライナ軍が 20km 圏内に迫ってきている可能性があるという、こうしたクルスク原発をめぐる情勢はかなり切迫しているように見えます。ですのでこうした情勢を見てまいりますと、ウクライナ軍の工作部隊などがですね、クルスク原発まで迫っている可能性は否定できないように見えます。他方次のような報道がされております。ロシア国防省によると、ウクライナ軍が越境したロシア西部クルスク州では8日3日連続となる戦闘が行われた。ウクライナ軍が占領地域を拡大しているとみられる。ロシア軍事ブロガーが SNS に投稿している映像では、アメリカ製装甲車などが確認されており、ウクライナ軍の精鋭部隊が投入されている可能性がある。ロシアメディアによると、ウクライナ軍はクルスク州スジャ周辺で塹壕を掘るなど防衛陣地の構築を始めた。このように報道されております。
ウクライナ軍はロシア・クルスク地域で進撃を続ける一方、制圧した地域では防衛陣地を構築し始めているとみられます。ですので今後ロシア軍による大規模な反撃が予想されますが、ロシア軍としてもウクライナ軍をすぐに撤退させるのは難しくなってきた可能性があります。こうした中、ロシア・クルスク地域に進撃したウクライナ軍の規模が見えてきました。ウクライナ軍、越境攻撃に精鋭の空挺旅団も投入、本格侵攻の様相強まる。ウクライナ軍がロシア西部クルスク州に仕掛けた奇襲攻撃の3日目、州内を走行する装甲車両の車列からウクライナ軍の旅団で最も装備が充実し最も機動力が高い旅団の一つである第80独立空中強襲旅団がこの越境攻撃作戦に参加していることが確認された。8日にソーシャルメディアで共有された動画には T64BV もしくは T80BV 戦車、 UR77 地雷除去車、 IMR2000 等工兵車、 BTR80 装甲兵員輸送車、そしてアメリカ製ストライカー装甲車が移動する様子が映っていた。ウクライナ軍で旧ソ連から引き継いだ車両とアメリカから供与された車両を組み合わせて使用している旅団は第80空中強襲旅団しかない。第80空中強襲旅団は姉妹旅団の第82空中強襲旅団と同様にストライカーとドイツから供与されたマルダー歩兵戦闘車を併用しているようだ。装輪車両のストライカーは軽く、装甲車両のマルダーは重い。迅速にして強力な攻撃を好むウクライナ空中強襲軍にうってつけの組み合わせだ。ウクライナ北部スーミ州とロシアとの国境のすぐ北で実施されている今回の作戦に盛況な第80空中強襲旅団が加わっていることは作戦の規模を物語っている。6日に始まった今回の作戦には第22独立機械化旅団と第88独立機械化旅団、そして空中強襲軍の第80空中強襲旅団というウクライナ正規軍の少なくとも3個旅団が実行しており、砲兵部隊、ドローンチーム、防空部隊が極めて重要な支援任務に当たっている。各旅団は最大2000人規模だ。今日疲れたロシア軍は対応をめぐる意思決定も遅れている模様。クルスク州で起こっていることは襲撃ではなく侵攻であることが時間を追うごとに明らかになっている。侵攻エリアやその周辺に展開しているウクライナ部隊は総勢1万人規模に上るのかもしれない。一方、近くの国境地帯で戦うロシア軍の北方軍集団は総勢4万8000人規模だ。だが北方軍集団は現在ロシア軍の北東部攻勢で主要な戦場になっているウクライナの国境の小都市ボウチャンシクで行き詰まっている。ボウチャンシクはウクライナ軍の侵攻で中心地となっている町スジャから南東へ 150km ほどに位置する。ウクライナ軍部隊は北方軍集団の兵力が最も手薄な場所を狙って国境を越えたようだ。ウクライナのシンクタンク防衛戦略センターは8日の作戦状況評価でウクライナ軍司令部は奇襲作戦に成功したと書いている。北方軍集団がスジャ方面に兵力を振り向けられるか、そしてそれをどれくらい早く行えるかがこの侵攻の結果を左右する要因になりそうだ。ロシア側の対応が早ければウクライナ側の進撃を抑え込み、さらには押し返すこともできるかもしれない。だが対応が遅ければクルスク州でさらに多く失地することになるかもしれない。このように報道されております。ウクライナ軍の精鋭3個旅団、総勢1万人規模のウクライナ軍部隊がロシア・クルスク地域に進撃しているとみられます。これら総勢1万人規模のウクライナ軍部隊が制圧したロシア・クルスク地域に塹壕を掘るなど防衛陣地の構築を行い防御に回りますと、これはですね、ロシア軍にとって厄介な展開になると考えられます。と言いますのは、攻める側は防衛する側の約3倍から約5倍の兵力が必要と言われます。つまりロシア軍がウクライナ軍に制圧された地域を取り戻すには、ウクライナ軍の約3倍から約5倍の兵力、つまり約3万人から約5万人の兵力が必要になります。ロシア軍であればですね、時間をかければ約3万人から約5万人の兵力を集めることはできると考えられます。しかし問題なのはですね、ウクライナ軍は今こうしている間にも急速にロシア・クルスク地域で制圧エリアを広げながら同時に防衛陣地の構築も行っているとみられることです。つまりロシア軍は今すぐにでもウクライナ軍の進撃を止め、制圧された領土を奪還する必要があります。そうするためにはロシア軍は今すぐにでもウクライナ軍の約3倍から約5倍の兵力、つまり
約3万人から約5万人ほどの兵力を集める必要があります。しかし現状のロシア軍にはそれほどの兵力はないと見られています。日本時間8月9日午後9時の報告。元陸上自衛隊東部方面総監渡辺氏。ロシア軍はウクライナ軍のクルスク州攻撃に対処するためにハルキウ方面から装備品等を撤去し、クルスク方面に輸送部隊で輸送している。ロシア軍も予備戦力に余裕がないのだろう。今度はハルキウ方面が手薄になる。これをパッチワーク的対応という。このように報告されております。さらに日本時間8月8日午前5時12分の報告によりますと、ロシアの情報筋によるとベルゴロドのロシア軍兵士約4000人とボフチャンスク近郊のロシア軍旅団、そしてウクライナの戦線から再配置された兵士約2200人、計約6600人がウクライナ軍を追い出すためにクルスク地域に再配置されたというと報告されておりました。つまりこれではまだまだ足りないと見られます。つまりロシア軍はウクライナ東部やウクライナ北部の前線に配備しているロシア軍兵力をさらにロシアクルスク地域に転用配備する必要があると見られます。そうしますとウクライナ東部や北部を侵略しているロシア軍の攻勢圧力は弱体化する可能性があります。こうした中、ロシアクルスク地域に展開しているウクライナ軍はロシア軍の増援部隊が来るのを事前に察知し待ち伏せ攻撃を行っている模様です。ウクライナ内務大臣顧問アントン・ヘラシチェンコ氏。ロシア国営の軍事テレビズベズダはクルスク地域でロシアの装備を積んだ車列が移動する映像を公開した。ありがとう。愚かな敵ほど良い味方はいない。ロシア国営の軍事テレビズベズダの司会者はロシアの装備と人員を積んだ車列がクルスク地域に移動した正確な位置を文字通り生中継した。今私たちがすべきことは待つことだけです。このように報告されております。これはロシア国防省の大失態であった可能性があります。そして次のような報告がされております。日本時間8月9日午前7時の報告。今夜早くウクライナ軍はクルスク州の現在の前線から約30キロ後方でロシア軍の部隊を攻撃することに成功した。オクチャブリスコへの E38 高速道路を移動していたロシア軍の隊列はミサイル攻撃を受け複数の車両を失ったと報じられている。日本時間8月9日午後4時の報告。クルスク地方の奥深くリルスクの東にあるオクチャーブリスコエでこのロシアの車列は大きな損失を被った。約12台のトラックと部販化が損傷または破壊された。おそらくウクライナ軍に待ち伏せされたロシア軍の増援部隊であると思われる。ウクライナ系のテレグラムチャンネルはクルスク州の高速道路にロシア軍のトラック約15台が焼け焦げた状態で止まっている動画を投稿。動画を投稿したテレグラムチャンネルはアメリカがウクライナに供与した高機動ロケット砲システムハイマースによる攻撃を受けたとしている。ロシアの一部ブロガーもハイマースによる攻撃だったと指摘。無防備な状態で軍用車両を移動させる命令を出したことに非難の声が上がっている。この動画はロイターも確認した。このように報告されております。 SNS 上にはウクライナ軍によって撃滅されたロシア軍の車列とみられる映像が数多く投稿されており、ロシア軍の反撃もうまくいっているとは言い難い情勢に見えます。日本時間8月9日午前3時の報告。ロシアでパニック。クルスク地域の地元住民は避難し店は閉まり、ガソリンスタンドには行列ができています。このように報告されております。こうした情勢からロシアクルスク地域のロシア国民からのプーチン政権への不満が噴出する可能性があります。またロシアの軍事ブロガーらが今回の件をめぐりましてプーチン政権への批判を強めています。ロシアの他の軍事ブロガー数人もテレグラムでロシア・クルスク州でいくつかの村が奪われたと伝え、侵攻は前々から準備されていたとして今回のような情勢を招いたクレムリンの後手対応を痛烈に批判している。ウクライナ軍がクルスク州に侵攻するのは見え見えだったとロシアのウクライナ侵攻を支持するブロガーのアナスタシア・カッシェバロワはテレグラムに投稿した。ウクライナ軍が国境地帯に兵力を結集していることも分かっていた。毎度のことながら私たちには何もかも分かっていて現地の兵士もちゃんと報告したのに上層部は何もしなかった。侵攻軍の部隊が我らの領土を動き回っている。だが我が部隊は見当たらず歩兵もいないと嘆いたのはテレグラムのチャンネルコールサインオセチンだ。大砲も戦車も何の装備もない。誰もこの事態に備えていなかったのか。
稼働しているのは飛行隊とオペレーター、前線航空管制官、それに国境警備隊くらいのものだ。軍事ブロガーのラブレバは、クレムリンはこの状況を完全に無視していると批判した。ロシアの新しい国防相、アンドレイ・ベローソフ氏は、脅されなければ腰を上げない将軍たちをどやしつけるよりも、祖父たちが盗んだ資産を勘定する方が気楽なのだろう。このように報告されております。今後、ロシア・クルスク州をめぐる情勢が長期化すればするほど、ロシア国民やロシアの軍事ブロガーらのプーチン政権、ロシア国防省などへの不満、批判がさらに強まる可能性が考えられます。こうした中、ウクライナ軍は8月9日、ロシア・リペツク州にも大規模なドローン攻撃を行った模様です。ロシア西部に大規模無人機攻撃と州知事、空軍基地で火災か。ロシア西部リペツク州のアルタモノフ知事は9日、ウクライナのドローン、無人機による大規模攻撃で爆発が起きたとし、一部地域から住民を避難させていると明らかにした。6人が負傷したほか、電力供給に影響が出ているという。同知事は通信アプリテレグラムへの投稿で、空軍基地周辺などの4つの集落が避難の対象になっているとした。インタファクス通信は地元当局者の話として、リペツク市郊外の空軍基地で火災が発生したと報じた。アルタモノフ知事は、SNS 上で自然体に避難を呼びかける投稿が見られるのはウクライナによる心理戦の一環だと主張した。ウクライナはリペツク州への攻撃を発表していない。日本時間8月9日、午後1時の報告。無人機がこの地域を攻撃した後、リペツク空軍基地から大規模な爆発が起こった。地元当局は非常事態を宣言し、飛行場付近の4つの集落の住民は避難している。市内の公共交通機関は運行していない。このように報告されております。ロシアのリペツク空軍基地で大爆発が起き、轟音が響き渡る様子を撮影した動画が SNS 上に複数投稿されていることから、ロシア軍リペツク空軍基地の弾薬庫などがですね、爆発した可能性があります。こうして見てまいりますと、ウクライナ軍はロシア・クルスク州だけではなく、ロシア軍にとって重要な空軍基地などへも攻勢をかけておりまして、今までにない規模でロシア本土内のロシア軍軍事目標などへの攻勢を強めているとみられます。ですので、今日、そして明日、この2日間でウクライナ軍がロシア・クルスク地域でどこまで進撃するか、ここがですね、大きなポイントになってくると思います。もしウクライナ軍がロシア・クルスク地域のクルスク原発までたどり着くということがありますと、これはウクライナ情勢の戦局全体に影響すると考えられます。ウクライナ情勢はロシア・クルスク地域をめぐりまして大きな局面を迎えています。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。